今年もよろしく、こんばんは。えー、こんばんは、岩崎さん、こんばんはー。ありがとう、おかえりなさい。えー、こんおいんだん、こんれくたーおかえり。カウントありがとう、ありがとう、ありがとう。<laughs> なんか、いい女感、やったじゃん、いい女感。いやー <laughs> こういうことすると、いい女感が。<laughs> ありがとう、おかえり、かめないもん。えー、ばかわよあ、ケンピ、こんばんは。ありがとうございます。えー、今日はですね、 え今日はっていうか明日からですね中野の劇場「もも」というところで舞台の本番がついに始まります舞台初日ですねえっと明日から始まって17日まで全部で6公演あるんですけどえ明日の明日の13時の回と明後日の13時の回はまだちょっとお席があるんですよ あの当日券はないんですけど今回14日13時15日13時あと16日の18時がちょっとだけなのでもしなんか、えー、今からでも行こうかなみたいな方がいればあのー、ワンちゃんカンフェティあの当日券ないので全部カンフェティで受け付けて発見してお越しくださいちなみに近くにセブンイレブンある。 <laughs> えーとあっけおめあ明けましたおめでー元気なのダックちゃんえーと舞台だけを糧に今週生きてあ,ありがとうあいたもねもう緊急事態宣言出るって時はもう,もうこれ無理だなってちょっと思ったけど <laughs> 無事にね笑んとかすり抜けてできますのででまあ、その今日を ああのー、まあ、バータたりって言ってその立ち位置とかね出はけ確認したりとかしてあとゲネプロって言ってまあ本番と同じようにやるけど関係者のみ招待っていう感じのやつがあるんですよもうそれやっただけでもうめっちゃ疲れた <laughs> めっちゃ疲がれた <laughs> ええと明日からネタバレ配信に注意しなければあそうねあのー 今回短編オムニバス公演になっててえー、っと全部で5個全部で5個お話がありますで5個お話があるんですけどその中においては2つ出るんですねでえー、っと2つがまあどんな役かとかは明日の夜にします言うのはうんあのー、明日何？あ何、のー 明日帰ってきて夜配信するときにどんな役かだけ言おうかなと思うそれまでとりあえず今日はもう何も言わないもう,もう何も言わないえーとありがとうかった毎の金曜19時がー毎の金 <laughs> いやねそうちょっとねそう19時の回、ね、<laughs> あのー、あれになっちゃったんで申し訳ね近くにセブンイレブンあるあります <laughs> あります <coughs> <laughs> えっと、あとなんか劇場がすごい乾燥するんですよ。なんだろう、あれ。<laughs> えっと、卵かけご飯ありがとう、オルテガさん、こんばんは。あいたん、こんばんは。メガネ、ありがとう、カタカナミッチ、こんばんは。新規発見は引き換券だっけえ、そうそう、なんかそう、引き換券っていうのをセブンイレブンの機械かなんかでやるみたいなんで、お願いしましう。うん。そろそろ発見しなければ。 え、あれなんかよくわかんないんだけどカンフェティでチケット買うじゃんなんか引き換え券み、お,お金払うとさなんかその母親がねあの何クレジットじゃないんでその銀行銀行っていうかまあセブンイレブンで振り込みしたんだけどそしたら引き換え券みたいななんかあれになった引き換え券は何どうすんのあれ <laughs> ゲネプロお疲れケロケロありがとうケロケロ もうパタリーリって感じ。もういや役、ネタバレにならないいやー、そ役、あのね、もうそれ言わないと、青井さん、写真載せられないんですよ、本番終わるまで。<laughs> そうだから、役は言うよ。役はどんな役か言うけど、その話のね、まあ、なんか、あのー、中身とかについては、あのー、言いません。 ほ、えー、らっ鏡好きやけどありがとうブッさんこんばんはありがとうまああのー、そんな感じですはいでえっと一応ですね今回物販があのー、そもそも何か劇場のロビーで物販をやっちゃいけないみたいなのがあるらしくてもう今であのー、そのー今日の場当たりとかゲネプロで撮った写真をあのー、販売する予定らしいんですけど 通販販でで後日販売するらしいので、まあ、またお知らせしますただねあの作品ごとにランダムで5枚セットとかで販売するらしいんでナンバー追いのブロマイドとかそういう感じじゃないのでこれはなんかお任せですえー、っとうーんえー、とありがとうレクターバラありがとうありがとうバラより君は美しいありがとう、えー、そしてコバありがとう ありがとう,うあいう,う,うありがとうございまーす。えっ、ー、と、劇場受付で引き換え行け。ああ、違う,違う違う。うん、あれなんだっけなんだっけあの、違う違う。母上はお金を振り込んで、その後、その、 なんか引き換え券をもらってくださいだそうもらってくださいの状態で券がないんですよ今うちの母上券はどこでセブンイレブンでどうやってもらうのって母が言ってえ「分かんない」って言ってるんだけど「えー、どうすんの?」って引き換え券をつけすぎばせばいいんだよそそ,その券だよ券券足は出し惜しみなく斜面上げてくれてよくってよ <laughs> いや足が結構足見えてるんですよで今日そのあの制作の古谷さんって人に「 あれは大丈夫なんですかって演出の方に聞いてて「いやもうもう僕ちょっとちょっとそこしか見えなかったんですけど <laughs>」って<ね笑>結構足は見えますはいえー、とあいさんこんばんはありがとうハルパさんこんばんはランダムだとそうなんですよそうだから蒼いタん出るかなと思いながら他のねおっさんの役者が出てくるかもしれないグーグルマップでもも調べた、うん、なんかあの 一応うーんとなんか3つねあるんですけどちょっと分かりにくさはあるんですけどまああのー、ホームページにもなんかマップが載ってるんですけどうーんまあ多分分かるってかモノラボのチラシも貼ってあるんでこれ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 ,これを見つけてください。 えーと弾ける気がしない <laughs> どんくらい入ってかわかんないからねお昼のお弁当はどうしたらいいですかあーそうですねえー、まセブンイレブンは通り道にあるえー、あとなんかイオンちっちゃいイオンがあるんでそこでどうかな葵 <laughs> いたん出る確率何パーやいやわかんないんだよね葵いたんもそう <laughs> あーもしかしたら入金系と発見系とが違ってるああなるほど だからからっていうのを「そうあれそういえばこれって剣どうするの?」って昨日聞かれたハーウェイにその「足が出てるうちに行きたい! <laughs>」いやそうだからなんか「これまずいですかね?」って言ったんですけど演出の方はいやもう全く気にならんって言ってそう別にそういう雰囲気だからいいって言っててそうだからあのー「足が出てるうちに見てください」そうえー、っと「双眼鏡を持っていく」いやねあのマジで。 あのー、劇場ももはいやマジで近いです近いあのー、近いっていうか狭いっていうかアットホームっていうかなんか結構歩いた、ね、その何続けてその池袋のほらビッグツリーシアターとかあとまあ築地本願寺ブリストホールって言ってまあちょっとちょっとキャパがねあのー。 そう小劇場とかよりはちょっとキャパがあるところに立ってたのでそう結構こじんまりって感じですえー、っと「もものアイドル」でしたかね。いやそう「ももももはまあ出てますはいえー、っとおっさん <laughs> が出てくるかもしれない足,足足足他の劇場でも舞台はやってますかあやってないんじゃないかな確か。 確かね。あ、違った。え英席機会券当日開えの45分まで受付で指定席券とお引き換えください。あー、なるほど、なるほど。ありがとう。面席でご用意できない場合ございます。あらかじめご了承ください。うーんなるほど。言うとこう。足が出てなかったら演出家を交渉欄にいだし 出てます大丈夫です大丈夫です。大丈夫ですえー、バンバンス明日頑張ってください。ありがとうマツルくん。ありがとう。えて、ー、かみんないつ来るのねみんな何日に来るんだねまああの配信でねもちろん今回あのー。 現場に、ね、行くのはちょっととかねあ,のあ,のあともともと夜の会が行くはずだったのに中止になっちゃったから行けないですっていう方はあのー、配信があるのでそちらで見てほしいんですけど16日ですね生配信あってアーカイブも残るのでちょっと配信チケットをゲットして来て欲しいなと見てほしいなと思うんですけどそうあの一体全体現場に来る方々はみんないつ来るのかおいたは全くもってわからないんだけど。 <laughs> えっと途中に美味しいインドカレーのお店があるのランチえあ見たよあいたんテイクアウトって書いてあるのあとねなんか途中に美味しそうなパン屋さんもあるんですよそうそうそうおかりおせっかいたかさんえー、近いえー、確か高台の上だよね高台の上高台の上上上あーでも上ってってか違うんですよなんかそもそも その演者が立つステージがだ全く高さないんですよほぼ。ほぼ高さないんですよ。そうえー、とカーフェチのページちゃんと見ろって言っといて。<laughs> 言っとく言っとく。えー、そうだ寒いですかね。あーえー、と一応あの劇中に56回換気するんですよ。ででああのー、なのなま 寒く感じるかもしれないあったかくはないですうん。あのこっちはこっちは動いてるから暖かくなってくるんだけど一番最初あの小屋入りしてそこで立った時は寒って思ったからちょっとちょっとなんかあったかくした方がいいかもしれない、えー、いつかわかるでしょハクさんは,は,くさんはだ昼間でしょだって えあーでも違うだったって <laughs> じゃあ白様は,はスケジュールがあるから <laughs> え演出家さんまた後ろの方でメモ取ってそうあーそうなあの大浜さんって人がねおそらくメモ取ってますえー、現場行くのはちょっとそうですか大丈夫ですうんえやべえまだ配信買ってないやあまあまあ、あのー、当日とかでもなかなかうまいラーヤメン屋も多いですあ本ほんとにいやそうだなかなんかグルメしたい青井さんうん主に土日になりますよねなるほどなるほど 主に土日ですね、わかりました <laughs> 足が出ると聞いて検討するからぜひあのでも空いてるのがもう明日と明後日明日明後日の13時の回と16日の18時の回がほんとにちょっとだけ席が残ってるぐらいなのであのお早めにカンフェティでお願いしますえっ、ー、といやいや劇場に行くのにさかのぼるでしょああなるほどなるほどそう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 さか,さかのぼる坂がありますそう えーと昔あの辺の劇場行くときは「田淵で鶏野菜定食を食べて帰った時は閉店しちゃったか」へー。へえいいねそうなんかねご飯屋さんはちらほらあるんだけどでもそうなのよなんか閉まっててやってないとこもあったりまあおいたはね朝早くで帰り遅かったのもあるけどなんかなななんかやってるのかなって感じのとこが多くて。 えー芝居中に上脱ぎ始めたらごめんなさい気になるなあいやまあそんなにわかんないけど一人一人の顔がよく見える明るさじゃないんですよ全然そうえっ、ー、とレクタンを捕まえればラーメン食べられると聞いておりますああゴ時になります <laughs> 中野はか下の城の焼肉屋があるんだよなへーええっ何それどっち口あの皆さん劇場ももって南口にあるので あの中野サンプラザーがある北口の方には行かないでください、えー、中野はブロードウェイによく行ったけどああなるほどね逆なんだよね遠回りなきゃ中野には佐世保バーガーの店もあるの。あーバーガーいいなー、えー、中野はグルメし放題あそんな絵なんだえー、全然 めぐってないとりあえず葵ちゃんはなんかあの近くにあるおいしいパン屋さんのパンを買おうかなと思ってるけどそうガチラーメンも食べたい中野って大きいソフトクリームのえあれでしょ中野のさあのさレインボーのさこうやってなんかタワーみたいになってるソフトクリームじゃないのあれはちょっと葵ちんちょっと食べたくないかな <laughs> そんなにいろんな味いらないかなって感じなのよね。 まあなんかそんな感じで、えー、ついに明日から本番ということでえー、と何、まあ、もしねあの現場に行くよっていう方はえー、まあちょっとツイッターとかで見た,見たとするじゃんネタバレは千秋楽以降がいいんですけどでも一応見に行きましたみたいなとかツイッター欲しいわけです。ハッシュタグモノラボ カカタカナナでででモノラボいにンだからあのー、まあ見に行ったらね見に行って「難波さんが可愛かったです」とか「難波さん美人ですとか「難波さんの足が見えました」とか「難波さん眼鏡でした」とかなんかそんなのをあのー、そんなのを、まああのー、ちょっと来た日はねツイートいただけたりすると嬉しいかなと思いますでえっ、ー、と「いけないよ」っていう方は「まあ、頑張って」って応援電波飛ばしてもらってでもちろんあの生配信 見る方もね、なんかそういう、あの、まあ、ネタ映えしない程度のなんか感想とかをツイートしていただけると、えー、嬉しいです。お願いします、ぺこりんちゃん。えー、っと、中野ブロードウェイの手前の右側、手前の右側えそんなに中野、ちょっとまだ地理がね、理解できてない <laughs>。これからラーメンだ、いいなーあおいちゃん、まだご飯食べてない。あどうも、僕です。あこんばんは、上様。ばちゃんかわいいね。 席一個空けでしたっけ。そうです、一個空けです。もうね、あのー、なんかバスみたいなボーンって貼ってあります。そう、えーと、あ、そういえば中野は好きじゃなかったんだっけ。やめてくださいよ。そういうの、ちょっと <laughs> で好きじゃなくないです。ただ、あのー、そもそも中野に行く機会はな,ないんだよね。そう。えーと、今日も右目が可愛いですね。ええ、どっちかというと、あおいちゃん、左目の方が好きなんだが。<laughs> ラーメンが美味しかったであ、い,いよラーメンが美味しかったです。「ハッシュタグモノラボ」ハッシュタグナンバーおいで大丈夫」。えー、ナンバーさんの愛し目いや、いいよ、そう。えー、茨城人ですが、中野のガールズバーが好きです。えー、え嘘そうなのガールズバーか。ちょっといけるかな。アバターお前とても嬉しいです。ありがとう、ありがとう。なんかだって可愛くないこれ、羊じゃないのね。 ね今年は後ろしですけどね可愛いですよ、うん、でえっ、ー、とあそうそうそうえっ、ー、と明日14日ってことはもう多分最終日あたりじゃないあのー、パステルカラットっていうねまあ、前に出させていただいた劇団さんのその通販がありまして新年限定のまあ,あの通販が販売してるんですでブロマイド もうチェキが売り切れちゃってブロマイドとあとなんかそのパンフレットってやつがあるんですけどあのー、多分おそらくもう明日ぐらいで締め切りなんで、まあ、まだ申し込んでなかったよとかの,アタンのちょっとなんかおうちデートってテーマなんでのブロマイド欲しいよーっていう方は是非ぜ,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 ぜひぜひ、えー、パンフレットが実はここにあります、えー、まあ、あのパンフレットとか写真集そう っていうやつですねそう、えー、アミサさん。ありがとう。こんばんは。アバターもらいます。ありがとう。はじめまして。あおいたんこと、ナンバーあおいです。ありがとう、タねー。ぜひ、仲良くしましょう。右上の肌ピンクにしてってね。中野育よじって9割感激だわね。あー。まあでもそうだよね。なんか、結構中野も演劇って感じだよね。で、写真集がまあ、こちらですね。もうこれ中身はね、あのツイッターとかに載ってるんで、パステルの。 でなんかネタバレもクソもないんですけど。あおいたんどこあおいたんどこあおいたーん。あおいたんここです。あおいたんここにいます。うん。あの、長塚ゆいちゃん隣にいます。そう、りんごです。りんごで、なんか、あの、なにあの、名前の、名前の人はなんか、 その子のカラーっぽい色らしいんだけど多分これはピンクだと思います <laughs> で、えー、なんかその過去にパステルで出演した作品とかがなんか書いてあるうん、そう、こんな感じでーすふやえーっとんー、えー、前にいた時は次安演奏さんを常に散歩して毒ガスかと思ったなに、えー、中野こんばんはのりおさん えーとバケツ持って立たされてる羊です。かわいそうじゃんね。かわいそう。えー、アバター、ありがとう、アミサさん。おうちデート感ありましたよかったです。おうちデート、なんかもう妄想の世界で。おうちデート、そう。だなんか、まあ、おうちデートで、そう。あうたはブロマイド、ブロマイドの足出てるショットが好き。えっ、ー、と、おうちでしょおうちクッキングじゃなかった。<laughs> <laughs> おうちクッキングもしてるじゃんこれりんごんすかそのかわいい写真りんごですりんごんかそのりんご小さくないあ手がでかいのがこら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 これなんか置いてあったでしょもともとスタジオにそう俺ねりんごって感じえっとありんごの丸焼きねそうええばかわいいありがとうジアインソさんジアインソさんありがとうジアインソさん はい、ということで、えー、そんな感じです。えー、とりあえずね、もう明日、舞台本番なのでね、えー、頑張っていきたいと思います。えー、よろしくお願いします。あとですね、えー、皆さん、えー、まあ、もういないと思うんですけど、ツイッターのねフォロワーを大々大募集しております。えー、とツイッターのフォロワーがまあ、あのー、3000人いったら、 そのキッチンダイブさんっていうお弁当屋さんがありまして、まあ、お弁当屋さんがいろいろいいことしてくれるんですで今ですね2783かなであのーまあ、でもこれで100100何200人いってないぐらいなんですけどそう今ちょっとちょっと停滞気味そう なので、とりあえず2800人台に載せたいなと思っている。そう。なので、えー、まあツイッターフォローしてなかったよってい方いたらフォローしてください。お願いします。You are the Apple of My Eye ん。ん何あなたの目に私、あ <laughs> とりあえず隣のページも可愛いい <laughs>。ちょろいやないか。ちら、見てる。今からアカウント200個作るのはちょっと、今からアカウント200個頑張って <laughs> いやね、まあそんな感じでよろしくお願いしまーすはいということでちょっと明日も早いのでねお休みしたいと思いまーすえー、っとなんで英語 <laughs> 英語サブ、うん、なんかサブ赤っぽい人いっぱいいますからねそううん大丈夫ですそうはいええー、おすごい絶対この人よ4つだ4つ赤だ4つ赤でフォローしてくれてるうんよし はいまあそんな感じですえーとうーんうんうん高品質2009年3フォロワー94009400円だってえなに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 フォロワーが9400円で買えるのちょっとじゃあ買っといてお疲れ様でしたありがとううんじゃ痛くないが可愛いい的なえ嬉しいね まだサブ入れてないしあれだよねもう少しサバか掘り起こすかありがとうアカウントバイバイそんな簡単に買えるんだねまあなんかあのー、そこでお金を使うのはどうかと思うけど <laughs> そうまああのね増えるように頑張ります葵ちゃんもはい。 タブ入れていつバレるのか楽しみいやーさわかりにくいヒントヒントを出しといてくれないとわかんないよねはいということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさいまたコメントしてください5位オルテガタンありがとう4位ハク様ありがとう3位スッとこさんありがとう2 カメナイモンありがとう。えじゃイほいほい、ありがとうございます。他にも、えー、タネやごちゅとありがとうございます。深夜版もらってくれた方ありがとう。まだ入れてないよ。これからね、これから、えー。右上のハート、白い方は毎日配信してるので、是非ピンク色にお願いします。あと、あおいちゃんのね、Twitter、あと今イ,インスタ、フォローしてください。えー、まあ落ち着いたら、ちょっと、まぁ、あ、舞台。 どういけるかな本番終わってからかな ?YouTube もね、更新したいと思うので、YouTube 見ておいてください。ありがとう、ほふ婦ばら。ありがとう、えー。3分で面白いルーム大好き。3分 <laughs>。面白いのかなありがとうはい、ということで、皆さん、えー、明日素敵な一日にしましょうああ、頑張ろう頑張りますそれでは以上、あおいたんことナンバーあおいでした。いい夢見てねおやすみなさーい。